テイスです。音聞こえる？音聞こえますか？今日は2018年4月の21時55分です。よろしく。おい、サプリさんはどつ、ペニオさんはどつ、おはよう。音声映像問題ないかな？いいアイテムありがとう。サンキュー。おはようございます。はい、こんにちは。ペコポコランドいらっしゃい。みんなおはよう。今日もよろしく。はい、ワドツ。カトランいらっしゃい。ありがとうね、アイテムありがとう。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。アイテムありがとう。ワド愛してる。あ、ありがとう。おっさんありがとう。
ああ、俺も愛してる。ありがとう。はい、ワトツー。どうもどうも、おはよう。ワン太郎がね、インドね、頑張ってるね。頑張ってるっていうか、楽しんでるね。なんか、ワン太郎の枠見てたんだけど、いいね。なんか、もうすっかりインド人でしょ。あれ、完全に日本人じゃなくてインド人の顔だったよね。楽しんでるね。なんかどういう、なんか価値観が変わりそうだよな、やっぱな。なんかスローライフっていうか、あれさ、沐浴とか言ってるけどさ、あれただの日光浴のことでしょ。だからおばあちゃんみたいな生活してるよね。いや、俺も行く行く。行くっていうか、俺の理想の生活はこれ、本当にマジで言ってるんだけど、本当に、まあ、プリンセスガーデンはここ置いといて、でも家賃とかぶっ飛んだ余裕できたら、もう海外とか日本とか転々としてて、なんつうの、もういろんなところから配信やりたいんだよね。で、インドは価値観変わるっていうよね、本当にね。まあ、行ってみないと分かんないんだろうけど、こればっかりは。はい、みんなおはよう。インド2回行った？なんかあれでしょ、アンコールは旅人なんでしょ、もともと。旅をする女なんでしょ。やっぱ海外とか行くとマリファナとか吸うの？まあまあ、コメントで書きづらいかもしんないけど。ああ、みんな愛してるの？ありがとう。おっさんばっかりありがとう。俺も愛してるんだ。じゃあ、俺も愛すわ。じゃあ、俺も俺のこと愛してる。あ、インドは大麻だらけ。まあまあ、海外なんて、大麻なんて、なんか、カナダのハーフの友達がいて、で、なんか、お前もカナダ来いよって言ってて、なんでっつったら、大麻吸い放題だよとか言ってて、どういう感じなのって聞いたら、子供も大人も警察官もみんな公園で一緒に大麻吸ってるって言ってて、どれくらいの感覚なのっつったら、日本で未成年が飲酒をしてるよりも軽い罪な感覚って言ってた。だからまず捕まえるやつも注意するやつも存在しないみたいなこと聞いて、おーみたいな。でも何がいいの、タイマーって。わかん、なんだろう、こう、ま、俺はわかんねえから。なんでみんなそんなタイマーに見せられるんだろうな。何なんだろう。のんちゃん、タイマー昔吸ったことある？ないね。のりこはまあ、ないだろうな。ないっつってた。ない。猫か。俺はもっと愛してる。俺の方が俺のこと愛してるから。頼むよ。日本とかのタイマーの悪印象強い。リラックス効果と食欲増進。あとなんかセックスっていうよね、よくね。だからそれがどれくらいの効き方をするのかっていうのが想像つかないからな。まあ飯がめちゃめちゃうまくなるっていうのはよく聞くんだけど、だからうつ病とかにもめちゃめちゃいいらしいよね。日本国籍だと海外でもダメだったような気が。ワドッツ、あ、海外でタバコ、あれだよ、大麻吸ったらダメだよ。 ただ逮捕はされないとは思うけど、多分ね。まあ、だから、なんか、アムステルダムとか行って吸いゃいいんでしょ。合法だったら、吸いたいなとは思ってるね。タイマーはもうちょっとで精神科に処方されるようになる。まあ、俺なんか多分タイマー吸った方がいいんだろうな。なんかね、タイマー好きな人からやたら勧められるんだよ。で、お前が言ってるその仏教論理とか、お前の考えてる思想とか考え方ってタイマーで深まるみたいなことよく言われるんだよね。注意ぐらいなんだ。よく俺は分かんないんだけど、なんかその大麻好きから、なんかこう「大麻吸ってるでしょ」って言われる確率が昔から高いんだよね。吸ってねえよみたいな。 でも大麻吸ってる人は分かるようになったね。目で分かる。トローンとしてるよね。あと大麻吸ったことないのに大麻の匂いが分かるね。甘い香りしない？甘いっつ、なんつうんだろう、あれ多分ガンジャの匂いだと思うんだよね。たまになんか歌舞伎町とかでさ、甘い匂いの煙とかが漂ってくる時あるもんね。あれ大麻でしょ？
いやいや、いらっしゃい。甘いっていうか、なんて言うんだろう、ポワーっとする匂い。臭い匂い、フレッシュな緑。じゃあ違うのかな。なんか俺の、じゃあ違うな。甘い匂いがするとなんかこれ大麻じゃねえって思ってたから。青臭いフレッシュな匂い、緑、わかんねえな。じゃあ多分違うんだな。いや、あのね、カオスから DM 来てね、多分ね、カオス記憶を取り戻したっぽいよ。まだしばらく会えない、返済やら支払いやらで忙しいだって、うん、昨日言ったことを絶対忘れてるんだよねでもね、なんかね、日本語取り戻してるね、言語能力。なんか片言だった日本語だったの、昨日は、一昨日か、一昨日だか昨日は、今直そう、あ、 PC 設定おかしいみたいな、なんか日本語覚えたての外人みたいな、なんか文章だったのが、まあしばらく会えないわみたいな感じで来たから、多分ね、ちょっとなんかこういいんじゃない、なんか薬が切れたか脳が回復したか、なんか大丈夫そうだよね。いいのいいの、生きてりゃ、生きてりゃ俺は問題ないと思ってるから。まあカオスは大丈夫でしょ、多分、俺の予想。でも本当に意味が分かんない。でもいいよな、インドって 100いくらっつったの、160円ぐらいだっつった、一泊。ってことは家賃が4500円とかでしょ、ドミトリーで。4500円で一泊だからすごいよな。で、飯代見てたら65円で一食食ってたからえ、ビザって何ヶ月ぐらい入れるんだろう。なんかインドいいなと思ったよね。ただ何もなさそうだから、俺はすぐなんか退屈しそうな気がしたけど、15万あれば1ヶ月過ごせんだ。おー、万太郎50万持ってったんだっけな、確か。まあまあ、もう半年以上いるもんな。まあまあ、そろそろ帰ってくるって言ってたから、多分それくらいだろうね。なんか俺はすぐ飽きそうな気がする。みーたん、こんにちは。15万か。仏教詳しいなら楽しい。まあ、詳しいけど、どう楽しいのかが教えてよ、具体的に。まあブッダね、生誕の地だからね。うん、何染みついてんの、やっぱり。どう楽しいの。でもあれでしょ、ヒンドゥー教でしょ、インドって。今和道とのりこがガンジス川沿いを歩く姿を想像してしまった。似合いそうだよね、俺とのりこ。密教、ブッダガヤ、チベット仏教。え、チベット仏教ってインドに入ってるの。でもなんか、あの、俺はどちらかというとインドに旅行に行くよりもチベットとか行ってお坊さんのところでがっちり修行したいよね、2年ぐらい。あの、普通になんかチベット仏教の奥義とかを日本に持って帰りたいよね。そういうのは興味ある。あの、漫画とかでもあるじゃん、修行編みたいな。だから3年後押すみたいな帰ってくる、ワドーみたいな、ワドーって。いや、そう、なんか日本にない宗教とか。だからさ、ユダヤ教のさ、
クルアン、クルアンは、それはユダヤ教じゃなくて、なんだっけな。ユダヤ教はなんだ、コーランじゃなくて。ないんだよ。日本語訳されてないんだよ。21世紀のさ、現代だよ。ユダヤ教なんだっけ？誰か教えて。ユダヤ教なんだっけ？チベット行こうとしたけど、外国人はパーミッションって言って証明書がいる。だからなんかそういう、なんか日本にない宗教とか考え方を持ってくるっていうのは楽しいと思うんだよね。輸入してくるっていう。旧約聖書のことなんだけど、旧約聖書は聖書の中に入ってるでしょ？聖書の旧約の部分って、だからそれは手に入るの。日本語訳はされてんの。キリスト教がやってるから。で、内容はほとんど変わらないから。ただ、なんつったっけな、コーランじゃなくて、要は考え方とか思想書みたいのがあるの。もう生まれた時からそれ読まされるんだけど、なんだっけ、ユダヤ教はタムルード、タルムード、タムルードが日本語訳で手に入るのよ。タムルード、タムルードだ。要はその、なんつうの、ルールブックみたいな感じ。それを読みたいんだけど、日本語訳がないの。でもそれ、なんかネットとかで読むんだけど、なんか名言集みたいなのあんのよ。なんかこう、ユダヤ人の考え方とか、そうじゃなくて、ちゃんとした経典を体系的に学びたいんだよね。すっごい頭いいよ。まあユダヤ人頭いいのは知ってるよね、みんな。それどうにか、なんか日本語訳とか、まあ、とんでもない量の書物なんだけど。あ、ありがとう、ありがとう。チャンネル登録して。専門家がいない状態なんだよね。だからユダヤ教のことを理解できてないっていうか。俺頭良くないよ。自分が頭いいと思ったことあんまりないね。人よりも得意な部分はあるけど、不得意なところが多すぎるから、トータル的に見ると欠陥人間だと思ってるね、自分のことは。平均的な人間ではない。で、平均化すると人よりも能力は劣るから、こんなことやってんの。人よりも得意なことはもちろんあるよ。喋ることであったりとか、行動であったりとか、企画であったりとか。頭のネジ何本か足りねえだけだよ。ありがとう。もしよかったらフォローして。風船ありがとう。最近さ、無料イベント始まってからさ、有料アイテム減っちゃっててさ、これ俺相性悪いんだよな、イベント系。普段投げてる人が投げてくんないんだよ。助かるよ、ほんと有料アイテム。無料アイテムね、なんか投げた気になるじゃん。なんか数字はさ、いっぱいバーって羅列されてくから、あ、儲かってんな、みたいになるじゃん。あれ？なんか有料アイテム誰か投げてくれてんな、誰だろう。ごめんごめん、気づかなかった。ありがとう言うの忘れてた。有料アイテムありがとね。ああ、ありがとう、いつも。ごめんごめん。どれが有料だか分かんなくてさ。これだ。俺も愛してるって言った時か。ありがとう、ありがとう。新宿済みだね。昨日もなんかリスナーさんから、わだーとか言われ、叫ばれたけど、もう本当やめてほしいよね。くっそ恥ずかしいわ。風船ありがとう。なんかリスナーだか、なんかわかんないけど、知り合いだか。多分リスナーだと思うんだけど、新宿に知り合いって浅井さんとかしかいないから。なんか若い男の人が叫んでたね。コンビニの動画どうだった？まあ、じわるよね、あれ。もっと面白かったんだけど。もっと本当は面白かった。
新宿区議会選挙を議員で通る確率はね、2400票あると固いって言われてるの。2400票で2000票前後でまあ勝負ができるっていう感じさ。新宿区民ってどれくらいいるのか調べようか。新宿区民、新宿区民に、新宿区民どれくらいいるんだろう。人数、まあ、2000票だから全然いけなくはないと思うんだけど、1、10、100、1000、万、10万、34万人か。34万人のうちの2000票か。でもね、新宿区議会議員いいんだよね。年収ね、1000万で、2回しか仕事がないから。どうすれば選挙受かる？いやだから新宿の住んでる人が和道に投票をしてくれるのが2000票以上入ったら勝てる。いやすごい高給取りだよ。だからみんなね知らないから叩けないんだよ。で区議の仕事って簡単に言うと票を入れることだから、それ半年に1回しか票を入れるのないの。それは欠席したらダメじゃん。だけどまあ欠席してもいいんだけどバックレてもいいんだけど、まあ次の選挙通らないよね。だけど基本的にはだからよくさ、なんかボランティア活動をやってたり、区議の何々です皆さんよろしくお願いしますとかやってるでしょ。要はなんかそういうのやってもいいし、役所の中行って見回りして、なんか頑張ってるねとか問題あるとかそういうことやってもいいし何でもいいんだよ要はだって別に、だって区議ができるのなんかたかが知れてるわけじゃん。票を入れてその動かすっていう。俺がやろうとしてるのは、一回話が来たことがあって、もし僕がやるとしたらインターネットでずっと僕のことを垂れ流しますって言って、で基本的にはみんなが気になるところを放送で全部案内してペラルっていう議員になりますっていう、それが俺は本当の民主主義だと思ってるから、それをやろうと思ってる。地味に面白かった。マースの、いや、でもね、よくよく聞いてみたら、やっぱね、あのコンビニの店員さんすごいんだよね。ありがとうございます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 。いろんなパターンの、あざますとか、2回かぶせたりもするの。あざます、ありがとうございますとか。なんかね、動画のパターンだと、その小声だったんだけど、もっと声ガンガンに張ってたんだよ。和道さん選挙でよ、金がない。まず出馬するのにいくらだったっけな、30万かな、とポスターを貼ったりとか、あとその要は人手が必要なのよ。だから思ってたよりも金かかって、200万ぐらいかかるんじゃないかな、200万ぐらいかかるんじゃなかったかな。経歴ない議員は、前科とかでしょ、ない。マック赤坂、区議会議員じゃなくて、あれだから、と、超大金持ちだよ、マック赤坂は。ちなみに、年商50億ぐらいのベンチャーの会社で大当たりしてる人だから、あの人は都知事だから、もっと金かかるし、もっと票が必要だよ。新宿区の議員ね、俺が言ってんの。60万か。いや、リスナーのおたけみもね、憲法について、あ、いいよ。まず、
憲法っていうのは何なのかっていうところがすごく重要なところで、ポスターとか自腹自腹。まず、法律の上にある概念っていうのを覚えておかないといけないのね。法律ってみんな国民が守るもの。国会議員さんが決めて、票を入れて、このルールにしましょう。このルールを守る人は誰なのかっていうと、国民です。すべての国民です。ここはわかるでしょ。これは別に解釈ずれてない。ただ、憲法って何なのかっていうと、そもそもの近代憲法っていうのは、アメリカの、修正憲法とかがあれなんだけど、そもそもアメリカの歴史を説明しないとわかんない。日本っていうのは、まず憲法ってなかったの。なんでかっていうと、殿様のものとか天皇のものだったから。わかる？だから、憲法はなかった。ただ、ペリーが来航したりとか、海外の文化が入ってきた時に、諸外国には憲法っていうものがあると。で、日本っていうのは、なんつうの、外国に真似ていかないと、近代国家にならないとって言って、大日本帝国憲法っていうのをまず作った。それがまず始まり。で、この大日本国憲法と今の日本国憲法っていうのは、全然違うものだと思っておいて。今の日本国憲法っていうのは、第二次世界大戦で負けた後、アメリカが書いたもの。簡単に言うと、日本側が戦争で負けて、こんなのダメだよって言われて、マッカーサーとか GHQ って言って、日本を政府代わりになってたわけじゃん。日本を統治してたわけだから。その時日本ってなかったから。その時マッカーサーが日本を立ち上げる時に、新しく憲法、アメリカらしい憲法っていうのを植え付けられたの。日本人とすり合わせはしてるよ。だけど最終決定権はマッカーサーが持ってたの。つまり GHQ が作った憲法。つまりアメリカ寄りの憲法。ここまで OK？ ここまで OK？ 多分分からなかったら次行かない方がいいから。ここまで質問ありますか？質問はね、バンバンした方がいいよ、こういう時。ここまで OK だよね。じゃあ、今度アメリカっていう国の歴史っていうのは、もともとヨーロッパの人たちが新大陸を見つけて、インディアンを皆殺しにして、州って言って、それぞれのエリアを植民地化していたんですよ。これも習ったでしょ。だから、イギリス色が強い極とか、フランスとか、いろんな国が混ざってできた国の、そこに奴隷を連れて行ったの、アフリカから。だから、多民族国家。ただね、日本の藩と同じで国だったの、あれっていうのは、州っていうのは。で、南北に分かれて戦争、南北戦争っていうのをやったでしょ。あれは一体何なのかっていうと、簡単に言うと、権力者側のイギリスとかヨーロッパが支配をしていた属国だったの、アメリカって。私有物だったのね。それをアメリカっていう国を立ち上げなきゃって言って、南北に分かれて独立戦争を起こしたの、簡単に言うと。つまり民衆がもう貴族階級とかに、なんていうのかな、こう嫌気がさして、俺らの国を作るんだって言って作って、戦争まで起こした国がアメリカなの。アメリカ合衆国ね。ここまで OK。 その時に市民とか兵隊さんの気持ちになったら分かるんだけど、あの人たちで自分たちで自ら国民が、ヨーロッパたちの強国を相手に戦争を起こしてまで自分たちで勝ち取った国だっていう考え方があるの。つまり、権力者に好き勝手なんかさせねえよっていうところから独立が入ってるの。これがアメリカ人のアイデンティティの。ね。だから、国に政府っていうのを持たせても、市民の国だから、権力者たちに好き勝手なんかさせないよって言って生まれてできたのが憲法です。簡単に言うと、それを代表するアメリカ人らしさっていうのが、修正憲法第2条っていうのがアメリカにあって、武装権なんですよ、これは。アメリカ国民が、銃を持っていい権利なの。アメリカ人って銃大好きでしょ。絶対手放さないでしょ、どんなことがあっても。狂ってるでしょ。あれは何を意味するかっていうと、政府が、変な政府だったら、アメリカ市民が拳銃で武装化して、アメリカ政府を、暗殺する権利なの。意味分かった？アメリカ人は銃が好きなのは殺し合いが好きなんじゃないの。権力者に好き勝手させたらダメだから、農民一揆をする権利なの、あれは。そうするとアメリカ人分かったって言うでしょ、みんな。
ただ日本の場合っていうのはもともと殿様がいて、殿様がいて、そう、農民たち商人とかがいて、祭り事っていうんだけど、政治は上がやるって考え方の、いきなり民主主義を植え付けられたの。俺はこれがよく言ってんだけど、日本人は民主主義合ってないっていう理由も分かったでしょ、ここまで説明すると。 OK。 で、簡単に言うと、憲法を守る人っていうのは、日本国憲法第99条を読むと分かるんだけど、憲法、99条、日本国憲法は誰が守るべきなのかっていうのを書いてあるんですよ、日本憲法は。いくよ、じゃあ読み上げます。日本国憲法第99条、いきます。天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、日本国民はって書いてあるね。要は権力者側はってことね、これ。この憲法を尊重し、擁護する義務を負う。この憲法はだから権力者側が守りますよって。憲法尊重、擁護義務っていうのかな？ちょっとごめん、漢字読めないからあれなんだけど、簡単に言うと、この日本国憲法を守らないといけない義務があるのは、天皇からその政府側の人間、公務員側の人間、国会議員なんだよって書いてあるのよ。だけど日本人って憲法って国民が守るものだと思ってない？カモさんいらっしゃい。どう？国民は憲法を守る必要がないの、そもそもは。ただ今度出てくるのは義務条項っていうのがあるんだけど、日本国憲法っていうのはブワーって憲法がある中で、たった一行だけ変な条文が入ってんの。これが日本国憲法の不思議なところなんだけど、なぜか国民に3つの義務を課してるの。教育の義務、労働の義務、納税の義務。本来はこの義務条項なんて他の憲法、他の諸外国の憲法ってほとんどないのよ。日本だけ独自にあったの。だけどこの教育、納税、労働の義務って実はみんな間違えて解釈してるの。実は教育の権利であったりとか、納税の権利であったりとか、教育の権利って言った方が正しいの。例えば、教育の義務っていうのはどういう意味なのかみんな知ってる？日本国民の、日本に生まれた若い子は義務教育を受けなければならないっていう風に解釈してるんだよ。義務条項は載ってるよ。三大義務、憲法三大義務条項、ちょっと待って、憲法を、それは小学生の時に習うね。義務条項、だから義務条項っていうのは特例なんだよ、本来。そのメインじゃないの。ちょっと待って、ちょっと待ってね、今説明するから。だからそもそも憲法を理解してないで教育の義務とか義務義務義務って言ってんのよ。どの辺が分かりやすいかな。うん、あるある、義務条項ある。親が学校に行かせないといけないと思い込まされてるでしょ。それも不正解の。子供が学校に行きたいと言ったら親は行かせてくださいねっていう権利の、あ、義務なの。これ義務じゃなくて権利でしょ。お、言ってる意味わかる？これは要は子供を労働させてはダメですよって言ってんの。子供が学校に行きたいって言ったら行かせてあげないとダメですよっていうこと。これ義務じゃなくて権利でしょ。だから要は騙されてんのよ、うん、みんなありがとう。あ、まこちゃんありがとう。アイテムありがとう。まこちゃんありがとう。面白いでしょ。で、勤労の義務はまあ勤労の義務でいいんだけど、本来は勤労の権利だったの。勤労の権利、要は何かっていうと、国民が仕事がなくならないように国が仕事をちゃんと整えてあげてくださいねって意味なんだよ。知らないでしょみんな、そういうこと。仕事がない、ニートとかが生まれないように国は、
国民の仕事を守りましょうねっていうのが本来の草案だったの。そう、勤労できる環境の提供だから権利だったんだけど、今義務に変わってしまったのよ。だからね、まあまあそのまあいいんだけど、権利そのものっていうのは国会議員とかが守るっていうのだけ押さえておけばいい。簡単に言うと、ありがとう花火ありがとう。簡単に言うと、みんな国民じゃん。ここにいるの国会議員とかなんかいないでしょ。この人たちが政府っていう権力を与える代わりに国民のために働いてくださいねっていう約束文なの。あれ命令書だったりとか約束文なの。だから簡単に言うと、憲法を知らないとか、日本人住んでる人が憲法を知らないって相当やばいことなの。だって国民が政治家は悪いことやってるかどうかの基準が憲法なのに、憲法を知らないからなんだかわからないっていう状態で、安倍さんが言ってる憲法改正っていうのは、もうアメリカが作った憲法を70年間変えてないって、世界で日本だけなんですよ。憲法って普通4年に1回10年に1回ってコロコロ変わるの、時代によって。で、いまだに戦後こんなことやってて、これが敗戦のもうあれだから、一回憲法を日本人で作り変えましょうよって言ってるのが憲法改正です。わかった？憲法改正、俺はこの考え方は賛成。ただ安倍さんが言ってる憲法を変えるにしても、憲法の内容のどこを変えるのかっていうのでみんなが議論してるので、今の日本国民は憲法をまず変えるのか変えないのか、で変えるとしたらどういう内容なのか、さらにハードルが高いのが、これが国会で何分の1で通ったら国民投票をしないといけないの。だからすっごい手間がかかるの。すっごい手間。これが GHQ の罠って言われてんだけど、国会で3分の2だっけ、3分の2の票を取らないといけないから、自民党とかそう、なんつうの、連立を組んで3分の2かな。でその後さらに国民投票の半分以上か取らないといけないから。でも俺ははっきり言って、憲法改正の流れっていうのは、あれだよ、憲法改正の今の安倍さんが言ってる9条を変えるっていうのを賛成って意味じゃなくて、憲法を変えなきゃねって言ってる動きは俺は賛成の。なんでかっていうと、変えたとしても変わらなかったとしても、憲法って何なんだろうっていうところに今向かってるわけじゃん。憲法って何なんだろうってなってるじゃん。俺はこの流れは賛成なの。なんでかっていうと、守るにしても変えるにしても、これからは俺らの憲法だから。OK、 はい、それが、僕がいつも伝えてる憲法の話です。 OK、 でその中で憲法を9条を変えるのか、9条はいらないのか、25条の生存権はどうするのかとか、いろんな議論があるの。憲法のどこを変えるべきかね、アメリカが許さないですねでもしげきさん実はいいこと言ってて、俺は東京電力のあの原子力発電って賛成なんですよ。あれが唯一核兵器に転用できる技術なの。だから原発反対って言ってる人の裏の理由っていうのは、核兵器を持たないようにっていうことなんだよ。すっごい危ないことやってんだよ日本人って。日本が唯一あの原発を持ってるっていうのは実は抑止力なんだよ。あれにだって転用してミサイルに変えればいいんだから。だからそこはギリギリのラインなの。日本が今までやってきた、俺らは技術は持ってるからねって言って威嚇をしてたの。で9条について変えてほしいか変えてほしくないかっていうのは他でやってあの俺の意見言うつもりはない。俺はもっと手前の段階からあのおかしいと思ってるから、憲法とは何なのかとかに関心はあるけど、あとは日本国民を俺は信じるから、あの憲法を理解した上でどう転んでも日本人が決めたことなら俺は賛成する。それが俺の考え方。俺個人の考え方は言いたくないですねここでは。 OK、 みんな分かった？分からなかった人いない？大丈夫？でも本来はこれは小学生に教えるべきだと思ってるけどね俺は。ていうかめちゃめちゃ大事なことだから。そんなこと言ってない。原発あれば核持ってるのと同じじゃなくて、原発をなぜ持っておかなければいけないのかっていうのは、だって原発ってあれプルトニウムとかウランとかでしょ。あれ原発の原料じゃん。あれだって
核爆弾と一緒よ、原発、原発のエネルギーって。それをエネルギー転用してるのが日本のエネルギー産業だった。だからドラえもん見てごらん、ガンダム見てごらん、アトム見てごらん。昔の戦後の日本って夢を見てたの全部原子力の力じゃん。日本がここまで高度成長したのって原発のおかげなんだよ。そんなんわかるでしょ。だから変に変な正義感で、あの原発反対って若者がやっちゃってるけど、あれ原子力の武器ではないけれども技術を放棄するっていうのと一緒だから、すげえ危ないこと言ってんだよ。バカかっていう、お前ら本気で考えて言ってんのっていう、うん、そう、コントロールしてエネルギーをゆっくり引き出していくか爆発させて相手をやるかっていう技術の違いだから、そう、要はその原子力をコントロールする力でしょ。ユイガエンタープライズではないよ、九太郎さん、勝手にやめて何勝手に提供をユイガエンタープライズにしてんの。スポンサーにいらないよ IT 企業。そうでしょ。だからそんなこともわからないぐらいマスコミが本当のこと言わないから狂ってるんだよこの国は。なんでこんなに現場作ってるのか、簡単じゃん。だからじゃあ、だってさ、軍事で核作っちゃいけないのに日本人のマスコミとかって北朝鮮にあいつら核作れねえよ作れねえよ、日本の方が技術あるよって、日本人作れないはずなのになんで技術あんの、原発があるからじゃん。でしょ、見たでしょ、よくよく考えたら。だって日本が原発持っちゃいけないって憲法に書いてあるんだから、非核三原則ってあるんだから、研究すらしちゃいけないの。それを脱法的にやるために原発っていうものを作ってたんだから。ありがとう、風船ありがとう。日本人のマスコミがなんでバカなのかっていう、左翼だから。で、左翼がヘタレ左翼だから、右翼も左翼もヘタレだからだ。緑丸さんありがとう。だからマスコミが左翼でヘタレだからだよだから本当のジャーナリズムってない。例えばね、あちこちさんね、じゃあ今度ランキングね、日本報道、要はニュースとかの自由報道ランキングっていうのがあるでしょ、わかる。日本人がどれくらい報道の力を持ってるか、世界の先進国で経済大国第2位ですよ。日本の報道の自由度61位だよ。韓国に負けてるんだよ。これが現状よ。世界から見たら全然北朝鮮並みというか、だってこのガイアナとかドミニカ共和国とかとアルゼンチン、クロアチアとかと韓国よりも下な報道の自由度なんだよ。わかる？海外から見たらもう洗脳が完了した国なの、この国っていうのは。すごいでしょ。こういうのも日本人が知らないっていうのが現状なのよ。低いでしょ。だから本当のことなんか国民は全然知らないっていう。だからネットができた時に頭のいい日本人っていうのは、あ、これで日本が変わるかもっつって喜んだの。まずはノルウェー、スウェーデン、北欧が強いのね、報道で。アメリカどれくらいだろうな。アメリカもそんな高くないんだよな。まあアメリカ変更報道しかしてない。アメリカの変更報道で43位で、それでもイギリスとかあるぞ。日本どこよ。あ、日本下がってるじゃん、また。日本今72位だわまた下がってて、韓国よりはるかに下になっちゃったよ。これってさ、でもさ、日本から下見てみなよ。後進国ばっかりなのよ。わかる？先進国最下位ぐらいの報道のランクなの。わかる？これが日本の現状よ。モンゴルより下なんだよ、報道機関が。クソすぎて。わかる？だから俺らは本当のことを知らないとダメだよねって言ってんの。やばいよ。だ、報道されてないじゃん、実際。だってさ、なんか今なんか浮気問題とかなんだかんだって国会でやってんでしょ。そんなことよりも戦争が起こってんだよ、中東で。で、今北朝鮮と韓国と、北朝鮮問題って本当東アジア、極東アジアで戦争起こるって言ってんだよ、他の国は。今とんでもなくやばい状態なの。 J アラートうるさいとか言ってるけど、あれ空襲警報だよJ アラートうるさい迷惑じゃないんだよ。あれって戦争始まる寸前どころか、ミサイル撃たれて空襲警報なってるんだよ。それでうるせえなとか、もううざいとか言ってる国民なんだよ。
J アラートじゃねえよ。あれ空襲警報だから。それくらい危機感がないぐらい骨抜きにされてるでしょ。そう思わない？あちこちさん。どう思う？この前の生活保護の年金の話につながる。つながるっていうかね、本質は問題。なんか違和感感じないっていう。俺は子供の頃からこの国に違和感を感じたの。隠されてるとかなんか違和感がある。変だなって思った。その変だなを追求していってこうなったの。俺は。ここじゃんってなったの。そういうこと。官僚もそうだし、だってね、フジテレビなんか皆さんご存知、韓国に乗っ取られたことあるんだぜ。日本の一番数字が取れる視聴率がある会社が、韓国人に買われちゃってた会社だったんだよ。あと、ルバード・マードックがテレビ朝日買おうとしてたんだっけ。だから、なんでこうなってしまったのか。骨抜きにされて、愚民化されたから。要は俺ら日本国民ってめちゃめちゃ優秀で頭がいいの。俺はユダヤ人並みに頭がいいと思ってんの。ただそれを恐れたアメリカが骨抜きにしようって、日本人の牙を奪おうって、牙を取ったの。牙を取って2世代3世代だったらこんなになっちゃったっていうのが、要は侍がいなくなったんだよ。いやもうそれはあちこち、俺別に嘘ついてないよね。今のトークで今俺が話したことっていうのは別にみんなが知ってることだと思って話してるのよ。だからその上で俺の怒りを、俺と同じ怒りが感じないって言ってんの。飛行機も作らされなくなった。そう、素晴らしい。頭がいいがゆえにって洗脳しやすいじゃないの。要はもともと気質として政治をやるっていうのが向いてなかったってこと。要は民主主義が向いてない、日本は。昔の日本かしこんじ思えない、本当に。詳しく教えてほしいって、今詳しく教えたけど、どこを詳しく教えてほしいのか言って。俺が知ってる部分には話す。ただ言っとくけど、あちこちさんね。俺は中卒だからね。みんなよりも脳みその能力は劣ってるの。俺は勘がいいだけなの。なんか変だなっていうアンテナがいいの、人よりも。要は感性が敏感なだけなの。あとは、ねちっこいというか執着心が強いから変なところを掘り下げる癖があるの。ただそれだけ。みんなよりも頭は悪いの。だからみんなが勉強しようと思ったりとか調べたら簡単に手に入る時代の。俺ですら手に入るんだから。戦後負けてひよひよの日本に韓国中国が乗っ取った。いや、その当時のね、韓国中国はそれどころなかったよ。戦後はね。っていうかね、バブルの頃なんか韓国の名前も出さないくらい相手にしてなかったんだから。中国が反日だとか、韓国が反日だって言ってもなんか弟分がなんか言ってるよで終わったんだから。要は日本人が衰退して韓国、中国が伸びたから、やっと問題が起きた。あちこちさんね、調べる癖をつけた方がいいよ。いくよ。それは誰でもできることだから。まずこれを見て。これ Google で検索できるから。フジテレビ株ってやると検索関連ワード、まず韓国で出んの。外国人とか。だから簡単、調べるとき。フジテレビ株って言ったら関連ワード見て韓国ってクリックするでしょ。フジテレビ株の 30% だ、ごめん。あ、これはヤフー知恵袋だから当てになんないけど。ウィキペディア見てみようか。ウィキにヒントがあるって書いてあるか。まあ、ウィキペディアも。これは2011年の報道問題ね。ちょっと待ってね。ちょっと待って。だから、調べれば出るっていうことは、調べる癖をつければいいのよ。単純。答えは載ってるから。2011年フジテレビ騒動は、日本において2011年、ツイッター発言。要は、この人が、俳優さんがツイッターで発言したことをきっかけに揉めたと。で、一時期フジテレビが韓国人ばっかり使ったり K-POP を推してた。だからカラとかの時代だと思うんだよ、多分。カラとか、なんだっけ、ビッグバンだっけな。なんかすごい、少女時代とか推してた時あったじゃん。異常になんか、韓国人。で、それでめくられた問題っていうのが、要は、
決裁権を持つ3割を持ってたのかな。合ってる？それで。外国人決議率比率は、11点。超えることに禁止とも、これにならない法律は、ね、28%。ここだね。決議権を持たない株式を含む外国人直接株保有率は 28.63% に達していると。なお、すべての外資系企業に決議権が与えられた結果が 19.9% という数字であり、個人の外国人株式には決議権が与えられていないと。要は、外人がフジテレビの株を持ちすぎてて、簡単に言うと、韓国寄りの、報道をずっとやってたのが問題。だからこういうなんか変な庶民が食いつきそうな芸能人みたいなバッシングやってる時っていうのは何か裏で動いてる時だよ。大きな問題をすり替えようとしてる時だよ。だからそれは小泉政権の時もよくやってた手なの。小泉さんうまかったの。テポドン来るぞ、テポドン来るぞって。安倍さんはそれを学んでるから政治のやり方うまい。北朝鮮が危ないぞ、北朝鮮が危ないぞっつってバンバン日本を変えるっていうのは小泉政権で学んでるんだよ。鵜呑みにする人いると思うよ。お年寄り、票を持ってるお年寄り、若者は違うと思うけど。そう。要は法、日本の法律守ってないじゃんっつって揉めたの。例えば日本の上場企業の外国人保有率とかも調べた方がいいよ。日本人が働いた利益っていうのは海外にどれくらい流れてるのかって意味ね。日本企業、日本企業の株はね、現在、確かなんだけど、俺25%ぐらいじゃなかったっけな、20%とか。要は日本人の労働者が一生懸命働いた分が海外に20%流れてるとかね。それがいいのか悪いのか別問題として、知ってるか知ってないかは重要。現在ラジオもフジテレビの株の保有してるから、さっきの数字よりも高い。まあそこは調べてよ。俺はさ、みんなの先生ではないからさ。OK、 あっちこっちさん。ただ俺はそれがいいか悪いかじゃなくて、俺が一番の問題だと思ってるのは韓国人最低って話じゃないの。日本人ふぬけだよねって話。ここまでふぬけになっちゃったっていうのが悲しいっていうのが、そう。俺は一番、要は牙を取り戻せって話。ニョキって生えてこいよって。これだけ。牙がないと戦えないよって。新宿区議会に出たところで何も変わらないよ。政治家として力をつけるっていう基盤をつけるのであればすごく有効な手だけど、もしくはみんなが投票してくれて、俺が本当にやるって言うんだったら、本当に担いでくれるんだったらやるよ。
本気であっちっちさんが私投票入れますだけじゃなくて、本当選挙も応援します、一人でも多く獲得できますって応援してくれる人が、そうだな、リスナーさんの中にね、最低ね20人とか25人は最低ラインで必要な、本当に戦おうって言うんだったら俺はやるよ。俺はやるときは本気でやるから。ただ半端な気持ちで、いや投票1票入れますよっていうぐらいじゃ世の中は動かない、うん、そしたらデモでも街頭演説でも本気で何年もかけてやるよ、本当に俺を担ぐんだったら。ただ俺は自分は政治家に向いてないと思ってるけど、うん、25人集まったら俺はいけると思うよ。スタッフが25人ボランティアでやってくれて、本気で和道を担いで政治家にしようっていうんだったらチャンスはあると思ってるよ。だから10人とかね、5人とかでね頑張っても結局ピエロになるだけだから。でもね、俺は俺がやらなくていいと思ってるの。俺の周りに同じ問題意識を持ってる仲間がいるから、政治家に向けて動いてる人をバックアップしてるから。俺はうん、25人は新宿区民である必要ある。うん、新宿区民じゃないと難しいよな、正直言うと。知識欲っつうかね、俺はなんかブルーハーツが言ってんじゃん隠しているその手を見せてみろよだよ生まれたところや皮膚や目の色で、全部ブルーハーツが言ってることを言ってるだけだよ。河本がずっと言ってるでしょ、隠してるその手を見せてみろって言ってるだけだから、そこに関心があるの。その隠して必死になって都合の悪い真実みたいなものを知りたいの。一生懸命働いてる人がバカを見るっていうのは嫌じゃん。アイテムありがとう。みんなアイテムありがとうね。いやすごくないっつうの。てかこれ無料アイテムなんか有料アイテムなんか分かりづれえな。有料アイテムありがとうね、ごめんね挨拶しなくて。なんか無料なのか有料なのか分かんねえな、なかなか分かりづらいね。これ色変えてほしいよね。ありがとうね、感謝してるよ。バカありがとう、バカありがとうね。トーマくんは無料なんだよね、うん、ごめん喋りに集中してて、アイテム俺言うの忘れてたわ、申し訳ない。伝わってるかな、大丈夫かな。だからリスナーさんが嫌な思いしたら嫌だな。チェリー伊藤さん、バガーありがとう。一度抜かれた牙取り、いや俺はね今がチャンスだと思ってる。なんでかっていうと3世代にもう入ってから、俺3世代目ぐらいだと思うの戦争の。2世代、うん、要は戦争を知らなくて子供ができて子供でしょ。次の世代はもう完全に知らない世代だし、俺の世代も知らないから作り直すことができる時代が来たの。逆に言ったら攻め込むなら今なんだよ、わかる。北朝鮮とかだから70年間牙を研ぎ続けてきたわけじゃん、苦しい思いしながら。やられるよ本当に。今牙を取り戻さなかったら殺されるよ日本人。でも不思議だなと思うのはさ、外国人が外国人が嫌だって言ってる人ほど右翼だったりするじゃん。外国人を一番入れた政党って自民党なの知らないんだよね。だから俺は保守はヘタレだっつってんの。日本のネトウヨなんかバカばっかりだっつって。
外国人嫌い、外国人追い出せって言ってて、自民党が一番外国人入れてんだよ。バカすぎるでしょ。バカすぎるでしょ。今現段階だと日本だろうけど、核持たれたらもう手の施しようがないからね。5000万人じゃ票動かないよ。やばぞ、それくらい非現実的なことはないよ。黒人よりも差別されてるっていうのを、有色人種、黒人って差別されてかわいそうって言ってる日本人滑稽だよ。アメリカ行ってごらん。日本人なんか地位が一番低いよ。アジアなんか。黒人に差別されるぐらいだよ。そんなの、そんなの非現実的だよ。国民全員、いや、だから結局、アメリカに尻尾振ってるのがおかしいんだよ。もうアメリカから独立戦争を仕掛けるぐらいやんないダメだよ、日本は。自民党っつうのはアメリカ追従型だから。ブッシュ、小泉さんの時見てみなよ。安倍さん見てみなよ。犬だよ、犬。可愛い犬だよ、アメリカからしたら。よく懐いてる。アメリカが支配を完璧に、その、まあ、完成した社会主義だよな、日本は。そうなんだよね。俺はなんでこの国は革命起きないんだろうってずっと思ってたよ。学生運動とかワクワクするんだよね。成田構想とか見たことある？サンリーズがあって、ほら成田地元じゃん。俺が生まれる前に学生運動、学生運動って言ってるけど、見てみる、どういう現状か、どういうことが日本で行われたのか。サンリーズが闘争とか見たことある？見てみる。サンリズカ闘争見てみる。あの学生運動、サンリズカ闘争すごいよ。これこれ、ただの戦争だから。いや、あの攻殻機動隊作ったさ、押井さんっていう監督とかこれに参加してたらしいよね。これ地元成田で空港であのやったやつなんだけど、ただの農民一揆で面白いよね。戦でしょこれ、ただの。そうだね。まあまあ、もう左翼いないからね、成田は。ただ未だにね、護送車が回ってるけどね、名残で。これ戦争でしょどう見たって。すごい鳥で気づいてるもんね。これ戦争、ただの関ヶ原だからね。死者何人出た？こっち側が左翼ね。投石っていう武器。だ、市民がちゃんとまだ、そのだ、これが本当の左翼でしょ。ヘタレ左翼とはわけが違うんだよ。ヘタレ左翼とは。そんなね、なんかね、憲法9条がどうのこうのとか言ってんの、左翼でも何でもないんだよ。命がけで国を変えようとしてたんだよ、右翼も左翼も。だからさ、人狼とか攻殻機動隊とかこういうシーンいっぱい出てくるよね。だから、ね、国会前のデモなんか生ぬるいって感じでしょ。だから結局ここにいた今のおじいちゃんおばあちゃんとかね、がシールズかわいい、シールズかわいいってやってるだけなのよ。若いもんも嬉しいねーなんつって、国会に若い人集まってくれて嬉しいねーなんてやってんのよ。
俺らも若い時暑かったよって、うん、何がシールズだよね本当に。ヘルメットだろヘルメットにマスクだろ火炎瓶透析だよ。砦を築くってすごくないガチでただの関ヶ原にしか見えないよね、うん、いやいや、だからこういうのもメディアとかわかんないじゃん若い人は。こんなことあったの成田空港だよこれ成田空港だよこれ。空港を作るのにここまでやってたんだよ日本人って。砦じゃんほら砦じゃん、電線伝ってるんだよこれ。本当にただの戦争だからね。だから市民で、要は日本人もまだだから政府ふざけんじゃねえってなめたことやってってお前転覆するぞってやってたんだよ、うん、だからこういうのを伝える人がいなくなったのも問題だと思うよ。俺は知らないからね、言っとくけど生まれた時こんなんなかったからね。三律化闘争ってだって1971年だから俺が生まれる前だからね。うわ、これは死ぬわ、これは死ぬわ。涙出てくるっつうか、その要は愛国者がいないっていう、俺右翼でも左翼でもないと思うの正直。俺はただ愛国者だと思うよ。そう思わない？みんな。なんかさ、俺さ、お前日本から出てけとか言ってヘタレ右翼とかに言いたいもん。俺の方がよっぽど愛国者だよ。俺日本大好きだもん、うん、俺本当に日本を良くしたいと思ってるもん。ただ今の日本じゃないかんね、それはアメリカだから。今の日本はなんかやばい放送みたいになってきたな初見が見たらなんだこの放送って過激派の放送みたいになってきたなこのままこの路線で行く。いや俺は愛国者だよ、うん、右翼でも左翼でもねえけど。なんかさ、この放送初見が見たらどう思うんだろうねなんかやべえやつがいるっていうなんか寄り目がなんか吠えてるぞって、うん、公安監視してもおかしくないよね本当に、ね、うん、えってなるよね。だから俺は本当の右翼と本当の左翼両方に疲れるの。右翼も左翼も極めると愛国者だから。だからうちの枠って左翼の知識人も右翼で本当に勉強してる右翼もいっぱいいるでしょ。不思議な存在なの。ヘタレからは批判されんの。ヘタレ左翼、ヘタレ右翼からは批判されるけど、俺は本当の左翼、本当の右翼から好かれるから、うん、だからあれじゃん、一回桜井誠に噛みついたら向こうからヘタレネトウヨが来たじゃん。あんなの右翼でもなんでもねえよ俺から言わせたら。ただの差別主義者だよ桜井誠は。言っとけ桜井誠に、ヘタレがあって。お前はただの人種差別主義者だよ。日本人でもなんでもねえよ。侍はそんなことしねえから全然怖くねえぞ。はいはい、アイテムありがとね。まあまあこんな話でした。何でも振ってください。話題は俺はあの仏教詳しいけどめちゃめちゃ好戦的だからね非武装なんだ、なんだっけ、非武装なんだっけ、非暴力か。全然武装、全然暴力、あの国のために暴力は全然ありだと思ってるから俺。虐げられてるやつのためだったら暴力を起こしてるのは正義でしょ。それは暴力じゃないから。
神道はね、あんまりわかんない。うん、ただアミニズム、なんだろう、精霊信仰っていうかね、なんか俺はだからほら物を大事にするでしょ。それは日本人らしいんじゃないの。八百万神、つくも神の発想でしょ。20年物を使うと魂が宿る。日本人的だよ、非常に。俺はね、本当はね、若い頃ね、国を作ろうってやってたんだけど、ネオ日本作ろうってやってたんだけど、よくよく考えたらね、ある日気づいたの。頭いいやつが、その仲間がいて、ネオ日本賛成ってやってたんだけど、そしたらね、頭いいやつに言われたんだよ。和道さんって、日本国憲法だと、和道さんがやってること国家反逆罪で死刑です。和道さんが言ってることって独立運動っていうか、その日本国を転覆じゃなくて日本の国内で国家を作ろうとしてるので、この国では滞在でしたって言われて、マジかっつって路線を変えようっていうことで、俺は今の活動に至ってる。フリーコミューンを作るっつって、村を作ろうって言って、もう少しでね、俺は死刑になるところだったからね。やばかったよ。それはまあ三島由紀夫もな、どうなのよってなるわな。自衛官にあんだけ訴えてたんだけどね、最後切腹しかなかったのかな。俺はでもね、なんかね、政治を語ってるつもりないんだよね。政治を語ってるつもりじゃなくて、普通のことを普通に言ってるだけだと思ってるの。なんか尖ったことを言ってるつもりは全くないんだよね。なんでこんな当たり前のことを当たり前に言ったら批判される世の中なんだろうか。俺変なこと言ってる？なんか自分でさ、なんか尖ったことを言ったりとかさ、変なことを言ってる感覚っていうのが全くないんだよね。なんでなんだろう。あー、ふわっち頑張ってるね。ふわっち頑張ってる。広告出してるわ。もんちゃんが広告になってるね。みんなが花火投げてる花火とか半分で頑張ってるよ、ふわっち。広告にちゃんと仕事をやってるよ。じゃんじゃんアイテム投げてください。ふわっちはいい会社だよ。信用できるよ。ニコ生よりよっぽど信用できるよ。大指にできた白斑の原因、あのね、尋常性白斑っていう病気らしくて、一つは甲状腺異常、ここで
俺ね、これ言いたくないんだけどね、福島の原発事故以来、ここが腫れるのよ。だからね、やっぱね、放射能浴びてるのが原因なんじゃない？甲状腺がすごい増えたって言ったじゃん。ここがね、調子悪いとパンパンに腫れるの。で、あとね、もう一つは、俺は甲状腺の方じゃなくて、要は本当の病気の方じゃなくて、ストレスだと思ってて、過呼吸で倒れたりとかね、やっぱ生活保護とかさ、ホームレス長かったから、ニコ生やりながら泡吹いて倒れたりとか何回もやってんのよ。だからその頃でき始めたの。だからね、俺は攻殻機動隊のね、セカンドシーズンに出てくる、クゼって男の気持ちわかるんだよ。俺の脳みそにアクセスするなって。俺の脳みそにアクセスするとお前の脳が焼けて廃人になるぞっていう。それくらい切羽詰まった状況でやってたから、生きてきたから、やっぱね、肌も白くなりますよ。ドレさんが言ってるのはラジウムとか、その、なんつうの、弱いやつね。ラジウム温泉とか入ってるけど、あれ放射能だからさ。病名はね、尋常性白斑っていう。尋常性白斑でウィキペディア調べてみて。まあ、死んでもいいんだよ、俺は。うん。どうせ、あれだから。うん。死ぬからさ。死んでもいいの。愛はどつ。人体に影響がないっていうよりも、放射線でその治療とかもあるから、だから一概に何の放射線がどう悪いのかっていうのは言えないけど、放射線人体に影響がないっていうのは量だよね。醤油だって2リットル飲んだら死ぬし、水だって水飲みすぎて水中毒で死ぬし、飲みすぎたら量の問題で。どれさん、放射線人体影響ないっつうんだったらチェルノブイリとかさ、広島原発とかさ、すげえな、尖ってるな。ハートありがとう。ニャコいつもありがとう。みんな無料アイテムありがとうね。マッチの広告うざい路線であれわずでやってんのかな。どうなんだろう、うざい路線でやってんの。まあでもほら、なにトップバズビデオとかさ、セブンティーンとかやっぱうまくやってるじゃん。やっぱ釣りは必要なんだよ、知ってもらうために。エッチな女の子のダンスとかさ、何なんだろうって見るじゃん。エロには勝てないから。みんなありがとう。無料アイテム、有料アイテムを頼むぜ。俺のこと食わせて。のんちゃん、明日さ、プロのカメラマンの人がさ、撮影してくれるんだって。宣材写真撮ってくれんの。今日髪の毛染めるわ、覚えといて。うん。放射線で遺伝子が壊れるってきついな。まあ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 、しょうがないよ。うん。俺ら原子力の力でね、ここまで来てるわけだから。そう、やっぱ力を手に入れたら反作用もあるから。それしょうがない。ハートありがとう。あ、靴が届いたんだ。そう、ありがとうございます。リスナーさんからプレゼント届きましたよ。リスナーさんありがとう。あ、やばいやばい。リスナーさんありがとうね。ボクシングシューズだと思います。ありがとうございます。いや、わかんない、どんなんかな。開けてみようか。ボクシングシューズ、捨て頃の試合用に買ってくれた。開けてみっか。プレゼント嬉しいよね。あ、ちょっとそのリスナーさんに今から開封するねって送っておくわ。
よし、開けてみっか。愛されてるね。おい、ノンラブいらっしゃい。おはよう、元気？今日調子いい？今ね、リスナーさんからプレゼント届いたから開封します。おはよう。嬉しいな。ていうかこれどうやって開けんだ。なんかテープ、梱包がすごい綺麗すぎてどこがテープだかわかんねえ。いいね、嬉しいね。みんなからプレゼントもらって愛されてるよ。頑張らないとね、捨て頃ね。よいしょ、行くぜ。うわー、かっこよさそう。靴だ靴だ、新品の靴だ。よし、え、コンバース？え、コンバース？ボクシングシューズじゃない？ん？あれ？あれ？あい、知らんけどおはよう。あれ？あれ、コンバース、え？なんかね、え？コンバースって書いてあんな。これボクシングシューズじゃなくない？コンバースオールスターって書いてある。え？なんかボクシングシューズ送ったからねとは言われてたんだけど、名前は伏せてって言われたんだけど、いや俺オールスター大好きなんだけど、いや俺今でもオールスター履いてんのよ。え、あれあれ、まあいっか、開けてみっか。んちょっと待って、オールスター、え、なにこれ、え、うわ、なにこれ、え、ちょっと待っていやオールスターなんだけどちょっと待って、あれ、え、どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、どういうこと、ちょっと待って、俺なんか画像送られてきて、ボクシングシューズ買ったからって言われたけど、コンバース送られてきたんだけど、え、どういうこと、え、どういうこと、え、いい、お、ありがとう。ん、間違えてない？なんかもう嬉しいんだけど、うわ、違う、これボクシングシューズだわ。うえ、え、うわ、あ、違う、これボクシングシューズだわ。ボクシングシューズだわ。コンバースにボクシングシューズあるんだ。うわ、超嬉しい、すごい。要は多分俺がコンバース好きなの知ってて、別のメーカーをやってサプライズだったんだ。うわ、めっちゃ嬉しい。しかも俺の赤カラーを選んでくれたんだ、すげえ。え、コンバースにボクシングシューズオールスターであんの？え、ちょっと待って、俺よくわかんないんだけど今なんか、え、どういうこと、ちょっと待って、どういうこと、ちょっと待って、え、トラップ、トラップ、どういうこと、なんか別、え、間違いかな、え、どういうこと、何これ、本、え、何これ、え、どういうこと、ん、いや違う、意味が分かんないんだって、え、ん、写真と違う、え、ありがとうございますもう、へえ、かっこいい、このオールスターハイカット、なんだろうこれ、ん、これボクシングシューズだよね、これボクシングシューズだよね、練習してるよ、ん、スニーカーかこれ、え、どういうこと、ありがとうございます。
革紐袋かっこいいかもね。それやってみようかな。ちょっと俺も状況がよくつかめてないけど、ありがとうございます。コンバースいただきました。そう、俺今靴選択してるんだけど、コンバースのローカットな真っ赤を履いてんの。これね、なんかね、何製なんだろう、なんか不思議な素材なんだよね。オールスター100。赤黒白が大好き、ありがとうございます。これ革じゃない、なんつうんだろう、なんか不思議な素材、なんて言うんだろう、なんだろう、ゴムなんつうんだろう、ゴムかな、なんだろう、なんなんだろう、ちょっと俺もよくわかんないし、ちょっと状況がつかめてない。うん、でも俺のコンバー持ってるコンバースよりなんかグリップが良さそう、なんかいいやつっぽいね。いや、コンバース昔からオールスターが大好きなの俺。ねえ、かっこいいよね。明日これで撮影しようかな。めっちゃ嬉しいわ。2000円以上するわ、コンバース。2000円じゃ買えねえわ。ただね、なんかね、日本人の俺、ありがとう、ステゴロファイト、花火ありがとう、ノンラブ、ありがとう、あざーす。ファイトでね、頑張んないとね。オールスターレスリングシューズ、へえ。ありがとう、アイテムありがとう、サンキュー。なんか画質がおかしいな、ちょっと荒くない？カメラがおかしいよ、気がする。はい、また来てね、ありがとうありがとう。あ、ご主人様と見てたの？いや、嬉しいです。ご主人様ありがとうございます。デートかな？いいね。なんかね、結構カップルで見てくれる人とかいるんだけど、こんな寄り目の放送カップルで見てどうすんだっていう。うん。嬉しいよね。お茶美味しい、美味しいっていうかコストパフォーマンス最強だよね。なんか50個ぐらいのお茶パックが入ってて、水出しので、それで300円とかでしょ。静岡のお茶がめちゃめちゃうまいんだよな。お茶はいいよね。お茶とかコーヒーとか自分で入れるのいいよね。おいちゃん、お疲れ。アイテムありがとう。
そうだった。お茶は静岡が一番うまい。ワドゼミのロゴいけてる？これ今ね、イラスト、 T シャツのイラストもデザインしてる。のりこ、のんちゃん、スケッチブックどこ？ここ。うん、ここ。どれどれ。はいはい。サンキュー。今ね、コンスタントって何？今ね、作ってるよ。T シャツの前面のロゴを作ってるから今。ここにこう貼られる。この T シャツの前面プリント、これ黒いところが白くなるから、これね、これが前面プリントに入ります。バックプリントでもいいかな。これ前面とバックどっちがいい、まだ書き途中なんだけど。これグッズで販売するよ、ステゴの時どうしようかな、まだ書き途中なんだけど。うん、これ完成したら前面の方がいいよね。で後ろにリスナーさんの名前がいいよね。のんちゃんが描いた絵を俺がそのなんつうのかな、ちょっと線のタッチとかを変えさせてもらってるの。だからのりこが原作で俺がレタッチしてるみたいな。 7L はごめん出せないかな。7L はダサいかな。 7L はでかすぎるよ、うん、で漢字で赤種空間って入れるから、赤種空間。やっぱのんちゃん、のんちゃん大事でしょ。のりこの才能を借りてるんだよ。はい、ありがとう。アイテムありがとう。おい、ジャックありがとう。あざーす。無料アイテム10分に一度配られるんでね、たまったらぜひください。お願いします。絵のモチーフは俺がのんちゃんに依頼したのは、悪魔的な強さで心を鬼にするっていう感じで、こう、のんちゃんが想像する強そうな悪そうな悪魔を描いてくれっつって、俺リングの上で悪魔になるからっつったら、のんちゃんが悪魔の顔を描いてくれた。うん、あれ持ってるんだ、俺の背中についてこい T シャツでしょ。のりこが描いた悪魔だねこれは。あれいいよね。のんちゃん天才だよ。赤種空間は背中に縦で入れようと思ってんの。背中にバンって縦に入れて、でリスナーさんの名前を左右に分けて書こうと思ってる。もうこの前さ、募集したさ、花火でスポンサー募集やったじゃん。あそこを真ん中にスペシャルサンクスってここに入れて、で真ん中にドンって赤種空間って入れて、でリスナーさんの名前ブワーって背中に入れていく。で前にこういう風にこの白くなぞったこれをプリントして、でこの和道ってどっかに、あ、ここに和道でもいいか、和道って入れて、あ、違う。どうしよう。今喋れないからな。ちょっと待って。ちょっと、LINE にしよう。
はい、こんにちは。ゆでたまごさん、ありがとう。パンさんもありがとう。アイテムありがとう。細ちびさん、こんにちは。どうも。摂取空拳はすげえかっこいい言葉だよね。摂取空拳、ジャックさん、かありがとう。徒手空拳か摂取空拳で迷ったんだけど、徒手空拳の方が一般的な言葉だけど、多分その俺が求めてるニュアンスだと摂取空拳の方が多分合ってるなと思って。気温30で、やっぱ今日暑いね。のんちゃん、冷房入れてくんね。ダメだ、風がないから暑い今日。みんな熱中症気をつけてね。鬼で仏心？あ、ちょっと検索してみるわ。ありがとう。なんて読むんだろう。鬼手仏心。外科医は手術の時、残酷なほど大胆にメスを入れるが、それは何としても患者を救いたいという温かい純粋な心からである。じゃあな、それは鬼手仏心か。ん？鬼手仏心。仏教語からの造語。鬼の手は怪物の手、または相手を驚かすような奇抜な手法を使い、相手を救うために内心は慈悲にあふれているのだが、外見は。なるほど。あの、僕は仏心ないです。直樹兄さんをしばき倒しますんで。あの、あんまもちゃん、ありがとう。いい言葉だけど、俺はリングの上で直樹兄さんしばき回すつもりなんで、あの仏心一切入れません今回。うん、てめえあんまり調子に乗るなよ。いや、あはあ、あおはあ、アイテムありがとう。鬼手鬼神だね。ナギ兄さんどうなんだろうね。なんかシャドーボクシングがめちゃめちゃ綺麗だったらしいよ。魚人空手クソだせえじゃん。千枚瓦政権。あはあ、あとありがとう。最近病んでるんだ。お腹すいた？うん、ご飯は食べたよ。パフェありがとう。お腹はね、今空いてない。うん。何食べたっけ？今日ね、あの、牛丼食べた。うなぎゅうってやつ食った、すき家で。夏バテしそうだったから、うなぎ食っとこうと思って。あ、あの、何なんすか？誰っすか？あんまり調子こくなよって、何なんすか？誰っすか？あの、僕は調子こくために放送やってるんで、あの、気に入らなかったら放送見ないでください。以上です。本番前に、あ、俺前回そうだったけど、1ヶ月2ヶ月前は夢でうなされてたね。うん、食べな、ノンラブ、ご飯、うん、
パフェありがとね。何がいいかね。あのすげえプレッシャーだよ。毎日しばかれる夢だよ。あの練習不足だね、はっきり言って。いや、うるさいわ、調子こくわ、うるさいわ、うん、関係ないでしょ、あなたに。リスナーさんが応援してくれてんだから、うん、ほっといて。多分練習量が少ないからナーバスになってるんだと思うよ。てか舐めてたんでしょ、一番弱い俺指名したけど思ってたより弱くねえじゃんってなったんじゃん。はいはい、またね。キャスパーさんいらっしゃい。はい、赤さんありがとう。ジャックありがとう。体重を落とせなかったらオーバーとか言ったら俺ははっきり言って超絶ディスった後ボコすよ。一生ディスるから。あ、はっきり言ってあいつから出たいとか言っといて。あ、ちょっと待って、リスナーさんからこれボクシングシューズじゃなくてこれ普通にプライベートで靴送ってくれたんだってこれボクシングシューズじゃなかったって。これいや、これ普通にこれは別件でプレゼントした靴なんだって。これ普段履きだって、ごめんみんなボクシングシューズ送るからねって言ってた人がたまたま俺がオールスター好きなのを知ってて送ってくれた感じだったわ。ごめん、これボクシングシューズじゃないって。いや、これこれはスニーカーって言ってたそれはてのマークになるよね。なるほど、そういうことか。それ別って言われた。違かった、僕試合用のじゃなかった、これ。いやー、ありがたいね、うん、俺の天然が出た、天然ボケが出た、うん、太っ腹だよな、愛されてるよな、ほんとありがてえよ。マジで？了解。いやいや了解。
ジム行ってこようかな、今から。汗流しとこようかな。直樹兄さんをしばき上げるためにトレーニングしとこようかな。とっことんしばいていいの？とっことん。直樹兄さんが引くぐらいしばくよ俺。今日は何時まで？ああ時間がここまでなんだ。オラオラしていい？もう本当になんか今回はマジでオラオラ系でいこうと思ってる。普段根は優しいワド君だけど、今回はもう殺意がほとばしてる感じで言っていいの？ほんと超嫌なやつヒール役になるよ俺。ボッコボコにするからマジで。しかもさ今回さ2分2ラウンドルールじゃん。で俺 2KO だと思ってたの。便所さんえぐいルールにしたよ。2分2ラウンドのインターバル30秒でプラス 3KO 制だから、合計最悪5回倒さないといけないのかな。すごくない？素人にやらせるルールじゃないよね。もう殴って殴ってお互いだから俺が2回ダウンして直樹兄さん2回ダウンして次の試合になってとかそういうなんつうのもうとことんやらせる気満々だよ今回のルール。えぐくない？2分でさ3回ダウンなんか取れないじゃん。2分で3回ダウン取れって言ってんだよ。どうなの？結構 2KO でいいと思ったんだけどね。2回なら2分間で 2回なら取れると思ってたんだけど3回倒すって相当だよ。ていうか2回倒れたら心折れてるだろうさすがに。体力的に追い込む気満々だからね自分が出ないのをいいことに。便所さん自分がいい出ないことをいいことにやりたい放題だからほんと。結構えぐいルールだよ。直樹兄さん体重どれくらいなんだろう今。もう絞っておかないと多分間に合わないよ。減量区があるよ。俺はほら体重制限ないからめちゃめちゃもう太ったから腕もパンパンに仕上がってるから、うん、結構太くなったでしょ。俺はいいんだけど減量ないから。80キロ以上になったことないから。直樹兄さん相当苦労するだろうね。テルがね強かったからね前回ね。テルが命じ合いすぎたんだよ。テルワードが。どんな展開になるのかな。ザワールドね。おいポーいらっしゃい。決めポーズも考えないとね。勝った時のジョジョ風でいく？勝った時のポーズ何でいく？俺仮面ライダーやろうかなと思ってんだよね。仮面ライダーブラック RX のポーズでやろうかな。
仮面ライダーブラック RX を入場曲にすればよかったな。おい、げんちゃん、こんにちは。昨日曲ありがとね。昨日曲サンキュー。アレンジうまくできるかわかんねえけど、なんかかっこいい曲になるといいな。多分ね、歌詞はね、リスナーさんと考えたいから、あの歌詞はね、いじっちゃうと思う。メロディーすげえかっこよかった。サンキュー。ビス。もしよかったら無料アイテム配られてる分お願いします。ありがとう。トーマくん、ジャックありがとう。あ、デモンゲ遅れる。あ、了解です。ゆっくりでいいですよ。お時間あるときで。全然。急ぎではないんで。うん、トーマくん欲しい。クーちゃんありがとう、ちょうだい。応援してアイテムで。クーちゃんこんにちは、うん、ありがとう。トーマくんサンキュー。ありがとうございます。なんか美味しそうなモンブランだね。何モンブランだろう。ジャックありがとう、団子さん。はい、ワード2楽しんでて。桜モンブラン、あれセブンイレブンで売ってるやつ違うかな。セブンイレブンの桜モンブランめちゃめちゃうまかったんだよね。違うか、セブンイレブンのやつじゃないか。白あんつうか桜あんが入っててめちゃめちゃうまかった。あ、大ファンなの？ありがとう。すげえ嬉しいわ。明日666行ってこようかな。なんか新しいアイテムなんかいいのあるかな。なんか、ね、今さ、あの、首につけるさ、あ、なんつうんだっけ？首につけるな、やつなんて言うんだっけ？首輪が欲しいんだよね。アムフラッパーもう持ってるしな。え？エネループっていうの？なんつうの、あの違う、チョーカーか、チョーカーが欲しいんだよね俺今。チョーカーって売ってないかな。そうそう、チョーカーが欲しいんだよね。
帽子はあるもんな。チョーカーって売ってないかな。この辺か。666行ってこようかなとか思って。シルバーはもう自分で作るからいいんだけど、あれあんまりないな。あれないな。あれこんなにアイテム少なかったっけ。アクセサリー少ねえ。なんかチョーカーでおすすめのブランドある？パンクっぽいやつで。ジャックありがとう、ゆうさん。今ね、アマゾンの方が便利だったりするからな。首輪が欲しいんだよね。この顔ちゃんかっけえ。高えな、川さん。やっぱアザーリストバンド、ベルト、ネックバンド、これかな。ネックって首のこと？これっぽくね。どれがいいかな。ネックリングってさ、のんちゃん首のことだよね多分。のんちゃんどれが似合うかな。いや首の普通になんか別に長さは選べる感じ。シンプルに黒のこれどうだろう。定番。定番だけどこれね、絡まれた時とか首に刺さったら死ぬからね。アイワダツシンプルなのがいいよね。これ結構かっこよさそうだけどな。サイズはフリー。これか、俺はこれか、これが欲しいな。これいいね、これ。はい、ワード2いらっしゃい。これどうなんだろうな。そうそうそう。スニーカーも出してんだ。バンド、ウォレットコード、ネックバンド、ブーツ、スタッツ、スタッツ。あ、赤バージョン出てる、俺のやつ。あ、本当だ。赤出てるじゃん。え、これ良くない？かっこいい。え、赤が出てる。え、これ買おうかな。え、赤の方がいい、良くない？俺白つけてんだけど、これ。え、赤いいよね。白よりかっこよくない？え、マジか。俺白つけてるんだけど赤が出てる。
新作だ。いいな。いやこれ赤の方がいいじゃん。なんで俺の許可なくこういうことすんの。俺に報告ないんだけど。赤いいよねこれ。うわーマジかよ。あで白はもう売り切れだ。もうこれは手に入んないね。売り切れてる。だから白をやめて赤に作り変えたんだ。ちょっと茶色っぽいね。ちょっと茶色っぽい。マジかよ。新作出てる。これのね首輪があったらいいんだけどね。首輪はやめとこう今回。Tシャツはいいや。ボトム。トップス。シャツ。パーカー。パーカー見てみようか。パーカーいいのないな。サイドベルト。これ欲しいんだよな。これかわいいよね。ここ縛ったら絶対ダメでしょ。ここ縛るのパンクスよくやるけどさ、絶対歩きづらいよね。なんでこれやるんだろう。ほんなら蹴り入れらんないじゃんね。歩きづらいし。なんでここ縛るんだろうな。それがよくわかんねえよな。でもこういうの好き？うん。女の声はあんのかな？ユニセックスだろうけど。はい、こんにちは。今ファッションリーダー枠やってるから。レディース。はい、こんにちは。安ないとね。いや、これいいな。これだな。予算履いたら、いや、履いてなくても、ズボン履いてなくても歩けないからね。よっさんもともと歩けないからよっさんを舐めたらあかんぜよ。ジムズインどうなってんだろう。新しいに出てるかな。見づれえなこのサイト。写真ばっかりで商品が出てこないんだけど商品が見たいんだけど。なんで商品見せてくんないんだろうな。謎の写真推し。え、商品ないの？オフィシャルホームページなのに。ヘリス！え、なんで？商品が載ってない。なんで？何このサイト。クソサイトすぎるだろ。来店した客の写真しか載せてないんだけど。しょうもねえな、本当に。ありがとう！ハート花火ありがとう！え？買えないの？買えないっつうか商品のラインナップ見れないの。行かなきゃダメ。行かなきゃダメなのかな。クソだな。まあ、近いからいいけど。
こんちは。赤いこのブレス良かったな。この絵も仕上げよう。マッキーあるか。絵をやるか。グッズサボりすぎだから。この辺かな。ちょっと待ってね。今見やすくするから。のんちゃん咲くの俺がね、あのこういうなんつうのちょっとテコ入れしてる感じだね。のりこが原画を描いてくれて、俺が線のその感じを自分の好きな感じにデザイン変えて変えさせてもらってる。でこれが T シャツの全面プリントになるね。でもこれ神経削るからね、やっぱ絵描くの大変なんだよね。1日30分とか限界なんだよね。絵描きはすげえわやっぱ。アイテムありがとう。はい、チャムいらっしゃい。アイテムありがとう。尖ったデザインにしよう。尖ったデザイン。のんちゃんは美大生だったんだよ、僕の彼女は。元美大生。のりこが履く。このパンクアレンジ。ウィスー、いらっしゃい。
ね、すごいよね。エデンいらっしゃい。ありがとう、アイテムありがとう。
新しいペンある？のんちゃん、インクが切れかけてる。どこ？ちょうだい。え？何？これを俺のリスナーのメンヘラおばちゃんたちが着ると思うとワクワクするよね。このメンヘラアラフォーアラサーメンヘラおばちゃんたちがこの T シャツを着て街をカッポするっていうアートだよね。部屋着にしますとか許さないから。部屋着になんかさせねえよ。普段も来てもらうから。のんちゃん、修正義ってあるの？こういうないの？白いペンで修正できんの？できない？修正ができるような方法がなんか欲しいな。なんか考えて。トーマくんありがとう。アイテムありがとう。修正ペン買ってくればできるのかな。できる？で
できるのできないの。え、聞こえない。わかんない。できるかな。一回データで取ってその紙を修正すればいいのかな。あ、そうだね。そうすればいい。データを修正すれば。いや、データを修正するとパソコンの作業だから、俺パソコンで絵描けないから。そう。修正したいところが多いんだよね。あの潰れちゃってる部分があるから。どうしようかな。おい、いやよ、了解です。ここのさ、俺このつながってる部分が好きなの。ここののんちゃん放送見てる、ここのつながってる部分がすごい好きで、ここの一回アウトライン顔を取り込んで、この部分をで、ここ一回消して中と綺麗にして、でここのなんかこう脳みそが配線でつながってる感じがすごい好きで、こうなんかそれをね、うまく書き換えたいんだよね、この部分を。この線が出てるっていうのがすごくいいから、うん、あとここの心眼の部分もちょっと変えたいなとか。いろいろ考える。あとこの細かい部分消せたらさ、ザーって入ってるあのあれができるんだよね。線を太くできるから、もう少し線が細すぎるの、ここの部分が。でもこの顔、輪郭が俺に似てるんだよね、すごい。思った？似てるよね。顔の輪郭がね、すごい俺の輪郭に似てるから、なんか親近感すごいもん。のんちゃん、これ俺をモチーフにしたわけじゃないんでしょ？うん、不思議だよね。うん、どうすっかな。一回これデータで取り込んでどうにかできないかな。コピーして修正液塗って、それにでそれをコピーし直すってでいいのかな。これか。時間かかるなこれ。やっぱ絵って大変だな。T シャツ作っていくらぐらいで売れるっつうかさ、いくらぐらい作れるのかだよね。2,000〜3,000円でさ買えたらいいけどさ、リスナーさんの末端価格が3,000円ぐらいは出してくれると思うけどさ、さすがにさ 5,000〜6,000円になっちゃう可能性もなきにしもあるじゃん。全面プリント、バックプリントはいくらぐらいでできるんだろう。でみんなさ、グッズの T シャツっていくらぐらいで買ってるの、配信者とかの。これ3,000円ぐらいだよね。いくらぐらいで作れるんだろうな。
まあ別に3号ぐらいだったら普通だと思うんだよ、一般的な価格っていうかさ。4000円超えるとちょっと高えなと思うよね。在庫抱えたくねえしな。黒地に黒地に黒の T シャツに この黒い部分が白くバックプリントさ、あのこうプリントされる感じ、こういう風にバンって黒地の T シャツに白がバンってプリントされるって感じ、それがイメージかな。だからカラーは白しか選べないようにする。俺あの黒地のシャツに白プリントしか選べないようにする。俺はそれ以外発売する気ない。だからいろんなピンクとか出してくださいって言われても出さない、うん、あそれはね大丈夫、それは全くできるんだけど、その細かいさペンタブとかは持ってないからそれができないんだよね。そこが困ったちゃんなところだね。いろいろね、この細かいところとか修正したいところとかいっぱいあるんだよね。わしゃーって書いちゃったところがあるから、のんちゃんがトライバルっぽくしたいの、俺自身がその線の感じを。いいよね、トライバルね。アイテムありがとう。500円でできるところもある。うん。ただなんか、ほら。グッズのさペラペラのなんかニコ生超会議とかで売ってるさ、もう原価これ10円だろみたいな T シャツとか嫌なんだよ。たまにさ安すぎてさ、もうなペラペラの T シャツにさなんかプリントも一回洗濯したら剥げちゃったみたいなのあるから、そういうの殺意湧くじゃん。だったらあのもう一生その着れるようなさ、一生着れるは無理があるけど、ちゃんと着れるいい素材で作って売りたいんだよね、記念品だから。そう、少し割高になったとしても、なんかに俺さもう超会議でさ2000円の T シャツ買ったんだけど、クソみてえな素材でさ殺意湧いたもん。あれはやだ。なんかバンド T シャツとかも結構素材こだわってたりするから、厚手のさちょっとタフな感じの素材でいきたいんだよね。普段俺着るから。なんか安かろう悪かろうっていう文化が大嫌いで、少し高くなってもいいからね、あのいいものを作りたいんだよね。まあシルバーに関してもそうだけど、安っぽいチープなものは作りたくない。アンビル、シャツも選べるのかな。そうカメラ、いやそんなこと、うんとね今ねなんつうんだ、斜めにカメラやってるからだと思うよ。そんなことないと思うよ、カメラのマジックだと思う、それは多分。そんなことないよ、今反転させてるからねカメラを、無理な撮り方をしてるから。多分指の太さ全然一緒だよ。
多分遠近感が狂ってるんだと思う。どうなんだろうね。いやいや、こだわり抜きたいんだけど、ちょっと時間がないからね。そこだよね。和道のアパレル和道だから、一回修正ぶちかましたいな。原画はこれでいいとしても、ちょっと直したい部分がいっぱいあるな。どうすっかな。はい、マナちゃんこんにちは。楽しんでってね。筋肉質、あのね、あのトレーニングやってからね、やっぱ拳がすげえ、あのなんつうんだろう、なんかドレさんに言われた、だんだんボクサーの拳になってきたじゃねえかっつって。太くなるんだよね、サンドバッグバンバン殴ってると。俺たちみたいな筋肉労働者は毎日飯、卵ぶっかけてカップ味噌食ってんだよ。お前みたいにフォアグラなんて食ってねえんだわ。少しは俺たちの苦労が分かったか、バカ野郎が。ごめん、何言ってるか全然分かんない。俺フォアグラ人生で1回しか食ったことないし、それもリスナーさんにおごってもらったんだけど、俺毎日フォアグラ食ってねえわ。なんかあの、なんかここでそんな怒りぶつけても意味ねえから。俺毎日フォアグラ食ってねえし、あのなんで俺に言ったの。あ、アンビルっていいんだ。いや、これのんちゃんが 絵に俺がレタッチしてるだけ。だからあの作画って、作画っていうか、なんつうの、原画のりこなだけで、俺が線を自分の好きな線に変えてるだけ。だから俺は絵は描けない、トライバルっぽく変えてるだけなの。俺の絵じゃない、のりこの絵。これは美大生の絵だから、あの俺の能力じゃない、これは。でもね、のんちゃんもね、昨日ねスケッチブック見て、の和道さんこれかっこいいよって言ってくれたから嬉しかった。人の絵をいじるのはプレッシャーだよね、やっぱ。そうそう、俺が描いた絵じゃないよ、のりこの絵。のりこの絵を俺がいじってるだけ。T シャツのデザインに落とし込むために、その線の太さとか、ほらデータ入稿とかのりこわかんねえから、俺が細かくそのコントラストつけてるだけよ。修正和道だよ、修正和道。原画コピーしてないんだよね。言われたけど、リスナーさんにコピーしろバカって言われたけど、俺が見切り発車だからコンビニ行くのめんどくさいっつって。やっぱリスナーさんの言うこと聞いとくべきだったよ。マサさんダメだよって、原画に直接手入れたらダメだよっつって、大丈夫だよっつって。全然ダメだったわ、よくよく考えたら。
アイテムありがとう。みんなで俺のことマンスリー上位にしてくれ。今何位俺、頼むぜ、みんな力貸してくれ。ありがとう、アイテムありがとう。光沢感、いやどうなんだろうな、俺普通に綿100の厚手のやつイメージしてたけど、なんかザラみたいなやつ、 T シャツの素材、薄手のなんかザラの光沢感あってさ、薄手のやつが多いよね。イタリアン系のシャツとかそんな感じだよね。ザラシャツ、ザラのメンズ結構尖ったデザインのシャツ多いんだよね。かっこいいかもね。ダメだ、頭パンクしてきた、もうやめようかな、今日このま、ここまでにしようかな、もうダメだ、頭痛い、頭がヤバタン。もう少し頑張るわ。ブリティングエイプも素材がいい。おお。なんだろう、業者に持ってこうと思ってんだけど、なんかプリント T シャツ作る素材とか選べんのかな、聞いてみよう。みんなの希望購入価格、買いたいなと思ってる人の T シャツの希望購入価格を教えて、いくらだぐらいだといいなっていう。パフェありがとう、まなちゃんありがとう。そうだね、まあ相手を威嚇するための服着たいって言って、そういう風にのりこに悪魔的な、だから相手がビビるような絵にしてくれって頼んだ。入場の時に着る T シャツだから。シルクに刺繍は多分ね2万ぐらいになるよ、購入価格。
いや俺も本当は刺繍がいいなと思ってるんだけど、さすがにぶっぱねるよ値段。グッズでリスナーさん買えなくなっちゃうよ。アイテムありがとう、みんなありがとね。リスナーさんでいる？あのこれさ、あのリスナーさんの名前背負うんだけど、もしいたらまだ間に合うかな、ギリギリ。あのもしいたら名前載せたいっていう言ってください。あのスポンサー、スポン背中にバックプリント、これあの名前メモってあるだけだからね。もし名前まだ載せてなくて載せたいっていう人いたら連絡ください。よろしくです。ノンラブか、よろしくです。フォロワー限定ね。マルーン乗せてない、まだマルーンいない。OK、 じゃあマルーン入れるね。ありがとう。フォロワー限定で名前載せます。マルーン、うん、あのね、花火のサイズで、サイズが決まってんの。マルーン。よし。ありがとう、マルーン。そう、花火1発、花火5発、花火10発。そう。それで、サイズ決めてるんで。今、こんな感じかな。結構でも人数多いよね。ありがとね、マルン。はい、ガルーダさんいらっしゃい。ありがとう、マルン、ありがとう。花火くれんの？ありがとう。このサイズにできるけど、卵味噌のサイズに。ここのサイズにする？どうする？一番小さくていいの？選べるけど。こっち側にする？花火枠。どっちがいい？もう小さい方と、一番小さくていいの？今なら卵味噌の隣空いてるよ。卵味噌の隣空いてるよ。うん、OK、 小さいのでいいの？ OKOK、 分かった、了解。さてね、最近来なかったよね、マルーンね。何やってたの？忙しかったの？マルーン久々だと思って。半年もいかないぐらいか、3、4ヶ月見てない気がすんな。卵味噌の隣は結構やだ。
おい、カズいらっしゃい。炎上とか喧嘩に感情と時間を振り回されて嫌気がさして。あ、そうなんだ。うん。あれだよ、話半分に見ないとダメだよ。リスナーさんはアホだなーっつって鼻ほじりながら見るのが正しい放送の見方だから。アホだなーこいつらっつって。で、たまには餌投げるかっつって。それが放送の正しい見方だから。昔から変わってない。もう振り回されたら負けだからね。5000円ぐらいだといい。あー、まあまあ5000円以下にはなんとかしたいね。確かにそれくらいだよな。出して5000円だよな。うん、俺もそんな感覚。まあそれくらいに なるように頑張る。もしあれだったらバックプリントを全面プリントだけになるかもしれない。肩の和道っていう字抜いたりとかいろいろ考えるよ。あ、ピュアミンだったのね。なるほど。まあやらせばっかりだよ。やらせ演出ばっかりだよ、この世界。だからね、アホだなーっつって、バカがいるなーって見るのが正しい見方の。頑張れーってやっちゃうとアホになるから。 AKB 頑張れー、プリキュア頑張れーって言ってんのと一緒だから、それ、うん、プリキュア負けるなー、プリキュア頑張れーってなっちゃうと痛いやつだから、うん、まあ、プロレスとかはね、そういうバカっぽく見るっていうのが面白いんだけどね。ピュアミン多いからね。でもだんだんね、ふわっち最近ピュアミンじゃなくなってきた。だんだん放送のこと分かってきたよ。あれって。これやらせだなっつって。トーマくんありがとう。無料アイテムぜひお願いします、皆さん。有料アイテムもお願いします。いい感じか、だいぶ良くなってきた。おいっすー、ありがとう。サンキューみんな。まあでも戻ってきてくれたのは嬉しいけどね。俺らやっぱ見られてなんぼだから。見てくれる人を裏切っちゃいけねえよね。子育てどうだ？いい感じか。楽しみだね。ハートありがとう、菩薩さん。子育て想像よりはるかに大変。知ってるのとできるのは違う。和道さん、おむつ変えられるかい？変えられるわけねえだろうがよ。
俺がおむつ変えられると思う。カズを発狂させる自信あるよ。ゲップ出ないだけで泣くとかもうポンコツじゃん。ポンコツにも程があるぞ。そんなポンコツなの。うわーすごい、まこちゃんラングレイトありがとう。まこちゃんありがとう。25発あざまーす。まこちゃんありがとう、ありがとう。なんかさ、まこちゃんとさ、とうまくんがさ、有料なのか無料なのか分かりづらいんだよ。これ良くないよね。そう、まこちゃんをもっとバンとこう分かりやすいエフェクトにしろよ。有料なんだから。無料なのか有料なのか分かんなかったら、リスナーさんに失礼になっちゃうからさ、これ運営失敗だろ。これどっちがどっちだか分かんないよね。ありがとね、まこちゃん。どっちがレアなのか、トーマくんの方がレアなのか、まこちゃんの方がレアなのか分かりづらいんだよ、これ。その点、花火は分かりやすいけど。なんか、手抜きコラボでしょ、これ。手抜きコラボ。なんでこんな分かりづらくしたんだろう。パチパチありがとう。あざまーす。このくらいかな今日は。怖え、この絵、この絵怖っ。いいね、のんちゃん。寝巻きできたら子供を病むよ。ダメよ。これで合ってるかな。合ってるか。ダメよ。うなされちゃう。子供は見ちゃダメ。のりことワドは子供にはまだ早い。R35 だから。完成は、いやもう今月中にやっといたら問題ないとは思ってるけど、だって2ヶ月後でしょ捨て頃。もうそろそろ仕上げねえとな。あー2分かけて、 あれがね、正しい洗顔のやり方なんだよ。本当はなんつうんだろう、時間をかけるっていうよりもね、こう泡をバフバフするっていうか、泡でグーって押し込んで、ブワーって取るのよ。毛穴に浸透させて。変に突っ張らないし、汚れが落ちてるのが分かるんだよね。皮膚呼吸してるのが。いや、捨て頃の会場で売るよ、俺。捨て頃の会場で売る。捨て頃前に販売はしないよ。会場の物販で売る。
いや、なんか会場で買って、オープニングで早く行って買って、着替えて試合だよ。わかりる。会場内で買う。この T シャツ着てたら和道リスナーすぐ分かる。バーガーありがとう。鳥になりたいさん、いつも和道さんの話聞きながら目閉じてる。なんか寝れるらしいよ。安眠効果があるって聞いたよ。アルファ波が出てんだよ。アルファ波。この BGM がね、まったりするからね。俺バーとかでガチャガチャした音楽かかってんの嫌いなんだよ。本当はね、ジャズとか流したいんだけどね。本当の本当のこと言えば。ジャックありがとう。あざーす。この曲いいよね。わお、風船400個ありがとう。あざます。さて、明日の予定が撮影で、あ、そうだ、達彦からと生活保護完全マニュアルどうしようかな。生活保護完全マニュアルと、あとあれがあるんだよな。
辰彦から練習会誘われてんだけど返事2つしてねえや。どうしよっかな。一回ちょっとパンパンに予定詰まってるから休みたいっちゃ休みたいんだよな。どうすっかな。どうすっかな。6月まで捨て頃に集中しないとなとか思ってて。どうすっか。迷うね。生活保護、金メダルかじるワード。そうだね、ステゴロ2はメダル、いや、1のメダル欲しかったな。一生手に入んねんだもんな。2はメダル取ろうね。表彰されたことなんかねえかんな。2は意地でもメダル取りに行こう。そうだよ、ワンで俺メダル逃してるんだよ。忘れてたわ。会場ギリギリよりも余裕持った方が楽しいと思うよ。祭り事だからギリギリで行ってギリギリで帰るよりも、帰りはまあパッと帰っていいけど、早めに行くのをおすすめする。なんでかっていうと、もう数時間前に俺ら会場にいるから、音が聞こえてきたりとか、その現場の出入りとかが見れるよ。まあ外で待つだけなんだけど、あのケータリングサービスとか飯食えたりとかするから。なんかすごかったよ、なんかガパオライスみたいな、なんかおしゃれな食い物とか出てたりとか。あとそのなんだろう、まあまあまあタバコ吸ってたりとか、有名配信者が。面白いよ、外でみんなわちゃわちゃみんなと話してるし。だから会場ギリギリで来るんじゃなくて、のりこと喋ってりゃいいんだよ。コンビニ行こうとか、せっかくの祭り事なんだから。鮫島さんにも会いたいけど、選手はね、あのイベント終わる前出るなって言われてるから、あの会場の外に出てリスナーさんと触れ合うなって言われてるから、多分ね俺と鮫島さんとか閉じ込められてるだろうけど、鮫島さんの性格上関係ねえっつって多分外でリスナーさんと話してると思うよ。ファンサービス、俺セコンドだから関係ねえよとか言って、でなんか便所さんとかと揉めそうだよファンサービスめちゃめちゃいいからな。かわいそうだろとか言って、おい来てくれた人に申し訳ねえないのかよとか言って揉めそうだよね。選手は基本終わるまで会えない。もう俺ら楽屋に閉じ込められてるから。楽屋は楽屋で楽しいんだよね。いや、セコンドもう一人それが決まってないんだよね。誰にしよう。
どうすっかだよね。決まってないんだよな。誰だろう。ロハコさんは頼んだら多分やってくれると思うけど、うん、ただの五社部事件メンバーになる。そうなんだよね、体調悪いからね、ロハコさんね。それはあるよね。でもロハコさん意外頼、でもね、楽屋暇なんだよ、選手以外って。すっげえ暇なんだよ。まあ想像できると思うけど、選手は緊張してるけどさ、セコンドはぶっちゃけ緊張なんかしないじゃん。でもね、一番面白かったのはね、辰彦がスタッフだったんだけど、なぜか辰彦だけ緊張ガチガチにしてて。それそうだよね、配信者じゃないんだもんね。辰彦の上がり具合半端じゃなかったもんね。それそうだよね、リスナーでさ、ずっと配信好きで何年も見てて、周り見たら全員有名配信者しかいないんだもんね。いや、神回ではないでしょ別に。でもロハコさん、あのルール無視してリングインとかしないからな。勝手にいなくなるからな。僕転換持ってるのにリングインは無理ですね、降りることができませんって言われたから。だったら最初からそう言ってくれよっていう。打ち合わせ何だったんだよっていう。ね、オファーはまあ1ヶ月ぐらい前に考えよう。サメサメ兄さん、何このガラガラの音、何やってんの。あ、そういうことか。シャーちゃんの震えが伝わってんのカゴに。工事現場みたいになってる。鳥はね、散歩できないからね。うんち片付けたらペコ床に乗るようになったね、うん、ペコ。リスナーさん誰来るかな。いや結構来るよ、うん、結構来る。遊びたいのペコ。お、歌った、歌ったのペコ。歌ってごらんペコ、ペコペコペコ、歌って。今ちょっと歌いかけたんだよね。ピュンピュンピュンペコ。釈迦うるせえな。ペコ、うん、いい子ペコ。ペコ歌って、うん、ペコ歌って。お、歌うの。歌ってペコ。ちょっと待って、ペコが歌うかも。ペコペコ歌って、ペコ。ティュンティュンティュンって、ティュン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 って、ピュン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 、ティュン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 って。
歌わねえのかい気まぐれだから歌わねえよ。何が当たってんだろう。ガサ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 、どれだ。ガサガサ結構言うよね。じゃあお風呂入ったのか。一回俺休憩しようかな。一回また夕方、夕方っつうか夜放送するわ。みんなありがとね。お疲れ様。休憩します。おつー。